ジョージ・フレッチャー・モー・ジョージ・フレッチャー・モーは、オーストラリア初期の植民者の一人。彼は、西オーストラリア州初期の支配階級の中心を担った一人と評される。彼は、数多い遠征と探求を行い、パース地区のアボリジニの言語採取と記録を行った、最も早い人物の一人であり、後年、ダイアリー・オブ・テン・イヤーズ・イベンテファル・ライフ・オブ・アン・アーリー。 セトラー・イン・ウエスタン・オーストラリアを表した。モーは、アイルランドのティロン・ケンド・ネマナのボンド・エス・グレンで、生まれた。ロンドン・デリーのフォイル・カレッジ、ついで、ダブジンのトリニティ・カレッジで学び、1820年に、法律学を治めて卒業。その後6年間、キングス・インで働いた。しかし、そこではあまり出世を望めないと考え、彼は、植民地で司法のキャリアを積む決心をした。 そこでモウは、オーストラリアに最近できた、スワン川植民地、スワンリバーコロニーに目をつけて、何か公務はないか、植民地省、コロニアルオフィスに問い合わせた。しかし、そのような人事は、西オーストラリア州政府のジェームス・スターリン卿が、管轄していたため、植民地省は回答できなかった。ただし、もし移住するならば、紹介状を用意するとだけモウに、約束した。 移住を決断したモーは、クレオパトラ号で、ダブリンを出港し1830年10月30日に、スワン川植民地に到着した。そこでモーは、植民地の行政を干渉しているウィリアム・マッキーが、彼のために、チア案裁判法廷と12月上旬の式、裁判法廷の裁判長のポストを用意していたことを、知った。ところがモーは、 その職務に就任する前にスワン川植民地の幼稚払い下げや農場開拓における諸問題に目を向けた。11月末頃までにもは彼自身は行ったことはないが7月にロバートデールが探検しよい土地だと保証したエイボン国の開発所有を申し出、またウィリアム・ラムが借与を受けるために必要だったアッパースワンアッパースワン開発を補助金の半分を受け取ることを条件に引き受けもした。 1831年9月、ロバート・デールがギル報道からアッパースワンまでの道路建設のため多くの人出を連れて向かった際、その地を見ようと、モーも同行した。予定通り多くに入ったモーとデールは、エーボン川について多くの発見をした。例えば、エーボン川とスワン川は同じ水系であることを確認した。この探索でモーは内陸地にある、はるかに優れた、 牧草地の情報をたくさん得た。1832年2月、牧は当初に希望していた司法の職を得て民事法廷委員となった。法給と肥沃な領地を主中に、牧は多くの使用人を雇い入れ農場経営の拡充を図った。こうして翌年には彼の植民地は最も多くの羊を所有する大農場の一つとなった。牧は 当地のアボリジニに対して友好的な態度を一貫して持っていた。これは当時としては得意な例と言える。先住民族の文化を知れば知るほどもうは興味を持ち、言語や習慣についても学術的な関心を寄せた。1833年5月には犯罪者として指名手配されていたイエーガンと会った際に彼の言い分を聞き、同年中頃にはパースガゼット氏に、 現地アボリジニの習慣に関する記事を寄稿している。彼は植民化によって土地を奪われた現地人への保障やキリスト教家の促進についても熱心に主張した。また開拓者の一人ロバートリオンが現地の言葉を学ぼうとした際には資金を援助し、もう自身も一緒に習得に努めた。1834年から1836年の間、もうは何度も 精力的に探検を繰り返した。1834年1月にはスワン川を遡上し、この川がエーボーン川と実質的に同じ河川であることを明らかにした。1835年4月にはガルバン川流域で放牧に適した地を発見した。このガルバン川は後に彼の名をとってモヨ川と解明されている。1836年3月には モーガワとエーボン川の流域の北限を探査した。同年10月には、ジョン・セプチ・マスローの隊に加わり、内海を目指した探索を行った。ただし彼らが見つけたのは広がる乾燥地帯だけだった。モーガ、家族に宛てた手紙は、1834年に、エクストラクツ・フロム・ザ・レターズ・ジャーナルズ・オブ・ジョージ・フレッチャー・ムーア・エスク・ナウフィリング。 エイジュディシャルオフィスアットザスワンリバーセットルメントとして出版された。これは父、ジョセフ・モーが言ったことで出版時に手紙を記した党の本人が預かり知ったか否かはわからない。1834年7月、裁判所におけるモーの役職はマッキーに引き継がれ代わりに司法長官に任命された。当初、裁判所を去ることになったモーは裁判官から弁護士に 転職せざるを得ないと考え、社会的地位の低下にひどく老狽した。しかし、新しい役職はもうに植民地の上院議員の席を与え、彼の影響力は増した。もうは知事である、スターリン教の政策を良しとせず、多く反対の行動をとった。特に1835年3月以降スターリンが提案したアボリジニに対抗する。 キバ警察の母兵については、必要なまでに反対を続けた。1839年初頭、ジョン・ハットが行政官に就任すると、彼はモーが関心を寄せていたアボリジニの言語に興味を覚え、赴任してまだ間もない頃から共同して、アボリジニ語の辞書制作に乗り出した。1940年8月、辞書は大部分完成した。モーが2年間の長期休暇を取得して、 ロンドンに戻っている間の1842年に、彼らの辞書は、A.Discliptive Vocabulary of the Language in Common User amongst the Abdigenits of Western Australia と題して出版された。モーがオーストラリアに戻った1843年頃、スワン川植民地は景気交代の局面にあった。その後数年にわたって、 地主たちを襲う不況を和らげるための施策が多く提案されたが、もとは地主層の不始末こそ不景気の原因だと非難して、これらの施策案にことごとく反対を表明した。この強行路線は多くの難敵を作り、彼の人気は落ちた。彼の考え方は立法不況議会やマスメディアの嘲笑を買ったが、彼はハット行政官や、 時代のアンドリュー・クラークからの信頼を得ていたため、社会的勢力は衰えを見せなかった。1846年10月29日、モーは、クラーク行政官の義理の娘であるファニーと結婚した。この年の12月、クラーク行政官と植民長官のピーター・ブラウンは、深刻な病に伏した。行政官の娘子という立場から、モーは、 医師からクラークへの面会を許可された数少ない一人であった。このことが功を奏し、11月にモうは時代の植民長官に任命された。ブラウンは同じ月に亡くなり、クラークも翌年2月に没した。モうは公認のリチャード・マッテンが到着した1848年3月まで行政官代行フレデリック・アーウィンの下で職を全うした。しかし、 アーウィンとモーの行政はほとんど支持されず、モーの人気はさらに落ちた。ジェームス・バティは1924年の著作で、すべての行政活動には疑惑の目が向けられ、長年の不況や闘争状態に入職者たちは悲観し、彼らは時の行政担当たちに非難の声を投げつけたと記している。マッテンと新任行政官、チャールズ・フィッツ・ジェラルドはモーを 行政への影響が与えられないようにした。1852年初頭、モーは休暇を取るため、オーストラリアを去り、アイルランドへ戻った。彼はその理由を病気の父親を見舞うためと説明したが、ジェームス・キャメロンは2000年に著作で、妻の精神状態を考慮したことが大きかったと表している。しかし彼女は回復を見せず、西オーストラリアへ戻ることを拒絶した。 そのため、モーは、現地での、あらゆる役職を失い、また恩給にも預かれなくなった。妻、ファニー・モーは1863年に亡くなったが、モーは、西オーストラリア州に戻ろうとしなかった。1878年、ウエスト・オーストラリアン・紙の編集者、トーマス・コバーン・キャンベル・卿は、モーの手紙を連載する許可を取り付けた。これは1881年から翌年まで同時に、 掲載された。連載が始まるとモーはこの手紙を出版することを決め、これは1884年に、Diary of 10 Years イベンテファル Life of a Mary セトラー・イン・ウエスタン・オーストラリアというタイトルで出版された。1886年12月30日、モーはロンドンのアパートで亡くなった。スタニーは1978年に絵に描いたような 孤独なしと記るし、キャメロンは2000年にやりがいに満ちた植民地での経歴と比べると悲しい週末だったと評した。ありがとうございます。